はいどうもこんにちは、ダッカキッチです。今日はですね、ライブでのコメントもあったんですけども、こんな質問箱をいただいたのでね、こちらの方を紹介させていきます。ダッカキッチさん、先進のベルト何封印してるいいかわからないです、教えてください。まあ、っていうことで質問が来ました。はい、これ以前ね、僕ねちょっとやったんような気がしたんですけど、まあやったんですよね、まあやったんですけど、多分動画どっかね埋もれちゃって、もしくはなくなっちゃってるかもしれないから、もう一回やりたいと思います。はい、っていうことでネタがねなくな、あ、いや、なくなってないよ。はい、この初心者さんもね、これから先進のベルトをね取ってしっかりね封印してってくださいね。ということで、まあまず最初に、まあ奇跡のベルト、先進のベルトと二つ種類のベルトがございます。まあ、両方ともね、いいところ、悪いところはございます。奇跡のベルトはね、ステータス。例えばね、素早さだとか、ヒットポイント、力、ね。ああいうステータス系がアップするようなベルトが組み込まれてます。ただし、先進のベルトに比べて、やっぱりちょっと特技、雷特技のね、ダメージアップだとか、属性、まあいわゆる属性ですね、アップのダメージとかはちょっとパーセンテージが低いので、エンドコンテンツとか例えば防衛で行く時とかはやっぱりこの先進のベルトがやっぱりね優遇されてますね。みんな皆さんそっちの方が装備してますね。今回ですね、まあ、何を説明するかというと、こちらの効果の封印ですね。まあこの封印をしたことによって、この細かいでしょこれ、例えばね、水系、マシン系、スライム系、物質系とかね、まあ これなんか型、もう剣によってこの属性、両手剣によってこの属性、短剣によってこの属性っていうのがいっぱいございます。はい、まあ、その中で何を封印したいか、まあ分からんよな、確かに分かりづらいわな。はい、ということで今日はこの精神のベルトの封印ね、やっていきたいと思います。はい、まあ、まずね、まずですね、これ個人的なね意見はやっぱりバラバラに分かれます。いるもんいらないもんっていう、やっぱり個人的な意見は正直ね、僕もね全部が全部ねこれ 100% 正しいっていうね思うような封印をしてるわけではないんですが、今までもアップでもあったんですけども、例えば土属性ってすごくね人気なかったんですよ。まあ人気ないというか、土属性の攻撃は昔はね盗賊のね、ジバリア系とかレンジャーのジバルンバとかね、そういういった系のダメージしかなかったんで、正直皆さん土とかね全部封印してたんですよね。ところがどっこい、天地雷鳴士が出現したおかげでね、はい、冥道風魔の土属性というね属性が出まして、奥義にね土属性がかなり増えました。まあ他にもあるよね、闇属性の攻撃ね、賢者さんが奥義を装備できることによって闇のダメージがアップするっていう効果もね封印から放たれました。うん、っていうように、今後ね、アップデートごとにどんどん武器が増えてきます。まあその度にね、また新しい属性が出たり、ね、この武器に対してこの属性はいらんかっただろうというようなね、ものが急に強くなったりということをしますので、まあ今後のことはね、ちょっとわかんないですけど、今現在、ね、っていうことで話したいと思います。まあ最初にね、ベルトを封印するときにね、まあこれライブでも言ったんですけど、まずね、まず職業と武器をね思い浮かべてください。ごめんな、ちょっとこう人多いな、うん、ごめんな、はい、職業と武器を、例えば魔戦、フォースを使わないとして、魔戦は装備できるものが片手剣、弓、両鉄杖、まあ格闘とか盾とか、まあ装備できるんですけど、まあこの3つの武器が使えます今現在。そして固有スキルのフォースがございます。考え方には、じゃあ片手剣で何が出るか、片手剣炎が使えますね、火炎斬りで、これ炎属性ですね。こちらギガスラッシュ、片手剣光ね、でそしてギガブレイク、片手剣、光っていうように属性を考えてください。となると、じゃあ欲しいやつっていうのは炎、光っていうことになりますよね。じゃあ弓もそういうことです。弓も、こちらシャイニングボウ、こちらは光の矢、光属性ですね。
ダークネスショット、こちらが闇属性ですね。っていうことは弓が欲しいのは闇属性と光属性っていう感じになります。でフォースを考えると、まあこちらもですね、光ですね。この最強呪文マダンテ、マダンテは光呪文になるので光の特技になります。なので、弓、剣、両鉄でこの武器でも、マダンテはね、光属性の攻撃に入りますので、例えば、まあ、魔法戦士でいうと片手剣、両鉄で弓、光が出た場合っていうのはかなり大きいと思います。でこちらも片手剣炎なので炎は置いておいた方がいいと思います。じゃあ片手剣光と炎以外はね、あと弓ね、闇光以外は全部いいんですかって、ノンノンノン、それは違います。はい、違う職業で考えると、例えばはいドン、占い師なんですけども、まあこの間ちょっと動画を出したんですけど、占い師も実はですね、片手剣が使えます。そして弓も使えます。はい、じゃあ占い師が何の属性の効果を使えるかというと、塔、雷ですね。そして、死神、闇属性、まあいろいろ紹介しましたねこの間。はい、となるとさらに片手剣で装備できる塔と雷と死神、闇属性は残しておいた方がいいです。はい、で弓もそうですね。じゃあ例えば雷が出たらね、タロットの占いの雷、闇の属性が強くなります。はい、まあこいつは無知も装備できるので同じことですね。無知もいろいろ調べてもらって、雷、人疾風陣雷は雷ダメージね、そして無知を装備するしてタロットを使う場合は闇とか雷とかが強くなるんで、まず封印はしない方がいいですね。コンもそうなんですけど、コンもこちら、コンだと氷ダメージ、氷結乱撃が氷ダメージ、そして豪雪氷結乱撃も氷ダメージで、なおかつかコンセンサスの雷ダメージっていうことなので、コンの、まず雷とね、氷、そして占い師で装備するとなおかつ闇、雷、そして光も使えるんで、なのでこの属性は残しておいた方がいいってことですね。まあ難しいよな、そう考えると、いろいろ他の属性のことを考えると、まあなのでこう言って、まず封印する前に特技とその職業、誰が装備できるかっていうのをまず考えてみてください。それを踏まえて今からね、やっていきたいと思います。はい、まず最初にですね、僕が思うのはこちらです。盾装備で回戦時ホニャニャニャってやつ、これね、まあ、なんでかと言いますと、他の効果に比べてですね、例えばこの特攻ベルト、何々系にダメージプラスだとか、何々系にダメージプラスだとか、この攻撃力、攻撃魔力、回心率と比べて、この盾装備で回戦時っていうのは時間が限られてるんですよ、時間が。なので、回戦時は初手はかかるんですけど、何秒間でよって30秒かかな、1分だかな、ちょっと覚えてないんですけど、効果が切れるので、まあ他の効果に比べたらね、この盾装備っていうのはあんまり強くはないので全消しでいってます。まあ唯一回戦時で天使の守りキラポンとかは使えるんですけども、じゃあ他の効果をね、押しのけてこの効果でね、ついてしまったっていうのが天秤にかけてしまうと、どうしてももったいないんで全部消してます。まずなので盾装備回戦時は全部消していいと思います、全消しで。であと上から順に行きましょうね。攻撃力、攻撃魔力、回復魔力、回心率、これはかなりね重要なベルトの効果になっておりますので、例えば何々系の装備時に何々属性のダメージプラスアルファ攻撃力だと、プラスアルファに乗ってダメージが増えますので、間違いなくこの3つは封印しないでください。じゃあ次にですね、武器属性効果に行くんですけども、まず最初にこの説明をしておきます。例えばですね、何々系の特攻ベルト、これね、これ誤解されてるようなことがいるんですけど、これと武器
武器の特技っていうのは重なるんですよ。重なるんですよ。ただしですね、この呪文ですね、呪文。これね、結構ね、勘違いされる方おるんですけど、両手杖によ、じゃあ例えば炎が出て、やったラッキー、しかもドラゴン系についてる。ってことは、ドラゴン、コインボスのドラゴン行った時にメラゾーマダメージプラスアップされるんじゃねえか。されないんですよね。呪文だけはされないんです。あとね、なんかだったっけな、天地雷鳴士の特技もね、確か加算されないはずです。このドラゴン系とか特攻ベルトに、冥道風魔だとか。いうのに対して加算されないです。なのでこの2つがついてラッキーっていうのはちょっとまあね、喜ばないでくださいね。はい、特攻ベルトは何々系のベルトっていうの効果はこの特技にしか乗らないので気をつけてください。はい、まあ、だからといってじゃあ封印の数が増えるかって言ったら別にそうでもないんですけどね。ただちょっとこの間ね、ツイッターで見ててね、呪文とこの何ドラゴン系特攻ベルトは乗らないんだっていうことを書いてあったので、まあその知識的に入れてもらえればやりやすいと思います。はい、でそれを踏まえてですね、まあ先ほど言った基本的に僕は消去法で言っております。はい、消去法で。なので先ほど言った特技なんですけども、武器特技と固有スキルを照らし合わせて、消していっています。ちょっと特例がありまして、どの武器も雷と光、まあ一番除きますよ。雷と光は残した方がいいです。まあなぜかというと、今ですね、防衛軍ね、まあ普通にマッチングする防衛は、防衛するだけの防衛は何でもいいんですけど、例えば高速討伐に行きたいよだとかということを考えてる人がいましたら、雷系と光系の特技のベルトは残しておいてください。だいたい高速周回は今雷か光、まあ一番雷なんですけども、の特技のベルトが欲しがられるので間違いなく残しておいてください。うん、まあ、片手剣雷というのは魔法戦士で、片手剣装備できますのでね、雷いります。ね、探検もそうだよね。探検はまあいらないのか、今探検雷は一応取っといてあるのかな、僕は。うん、まあ両鉄で一応雷も乗ってあるけど、両鉄で行く場所がないのでこれは封印しても大丈夫です。はい、まあ槍雷なら特にいります。道具使いで自己スパークやる時とかで、あとね、ハンマー雷っているんですかって。まあそうなんですよ、防衛軍でいるんですよ。今なんか天下無双でね、攻撃するときに魔法戦士のフォースを雷かけてね、防衛軍で今荒れてます。荒れてますっていうか暴れまくってます。なのでどの武器も、まあ両鉄杖はいらないよ。両鉄杖はいらないんだけど、まあいつかは釜、今は釜は使わないけど、デスマスター、まあ、もしかしたらいつか使うかもしれないということで取ってあります。どの武器も防衛軍で雷光はね欲しいので、雷光は取っておいてください。でまあそれを踏まえて片手剣っていうなると、まああとはまあ炎ですね、最初言った火炎斬りだとかで、あとはまあ片手剣雷の場合はタロット特技のね、タロット等で使うと思うので雷いるわね。で闇もそうですね、死神で強くなるし、これは、正義のダメージ、タロットの正義のダメージが強くなります。はい、でまあ両手剣いきますとビッグバンだとかフリーズブレードだとか思いつきます。で風はね、両手剣の風は思いつかない。うん、もういらない。で両手剣じゃ雷ありますかって、プラズマブレードがあるので取っておいてあります。土もねないんだな、これがまた。闇もないんで消してあります。でじゃあ光はあるんですかって、うん、正直ないんですよ。光ないんですけど、これもいつね防衛軍でねいるかどうかわからないので一応取ってあります。うん、で探検の炎、これも別に消してもいいかなと思ってる。うん、であとね、探検の氷、一応ねこれ旅芸人でキャタルコとか使うんですよ。キャダルコとか、まあ言うても旅芸人で探検装備して氷の呪文やらないなと思って装備しております。はい、まあ踊り子でね、いつ氷のね属性をまとってどこ行くかっていうのがねあるかどうかわかんないんですけど、
まあそんなことを思ったら封印できないしね、まあ、なのでバシッとこうこれはね封印しております。はい、炎も別に封印していいんですけどね。あ、足りないね、足りないね。うん、で探検家みなり、これもね、まあ正直探検の、あ、武器もあるんだよね、武器属性も、それも考えないといけない、ごめんなさい、武器属性も、探検でトールナイフっていうね雷属性の武器があるんですよ。まあそれを装備してるとこれもダメージは上がるので取っといてありますね、ごめんね。で探検光、まあこれなんで光ありましたっけ、って光ってないないっていうか、魔法使いがヨナズン撃つぐらいですかね。まあ、言うても探検装備してヨナズン撃たないんで、まあそう、まあ、こう封印してもいいんですけど、まあ先ほど言った防衛軍で探検がいつ呼ばれるかわからないので一応取っております。はい、でスティックに剣に関しては全消しですね僕は。うん、まあ最初はね僕ね実は取っといてあったんですよ。え、なんでこれ取っといたんですかって、一応天地雷鳴士が装備できるんですよね。で天地雷鳴士って冥道風魔が土のダメージで、雷が確かイカズチかな、そんなのを使えるような気がしたけど、なんでスティックじゃ消したかというと、正直ね冥道風魔とかやるときっても扇を持つんですよね今って、すべて攻撃するときって。スティックを持つときってだいたいキラポンをしようとかで、天地雷鳴士が多分スティックキラポンいるんですけど、もうそういうときって攻撃しないんですよね、スティックを装備しながら攻撃っていうことは。うん、まあなので、まあ意見これ分かれます、正直意見は。はい、じゃあ次ね、両鉄衛ですね。モガナね、両鉄衛の場合はもうもちろん魔法使いが炎を効率使えるんでね、これは必ず取っといてほしいですよね。まああとは今なんか特に扇で、扇かブーメラン装備してね賢者さんやる人が多いんですけど、まあ一応念のためね両鉄衛がどんな強くなるか分かんないので一応取っております。うん、でこれもね両鉄衛雷もね、冥道風魔、天地雷鳴士のことを考えると冥道風魔とかあるんですけど、まあいらないですね正直、これは僕はもう封印してもいいと思います。うん、まあただいつね両鉄衛持ってね天地雷鳴士の杖募集とかって言われるからわかんないけどね。うん、まあ一応まあ空白にはしちゃいますけど、僕は封印してもいいかなって、もう今はもう扇一色なんで、はい。まあなので両鉄衛は炎氷ね、闇光以外は封印してもいいと思います。まあお好みで雷土は届いてください。はい、まあ、槍なんですけど、まあ、槍炎、槍氷、これもね別にいらないと思う、まあ、正直槍を装備できるのが僧侶、パラディンね、道具使い、まあ、なんですけども、まあ、武道家もそうか、武道家もその4色って炎属性、氷属性の攻撃がないんですよね、確かなかったんですよ、ないんですよ。まあただ魔法戦士じゃあ炎攻撃っていうともうそれも全部終わっちゃうんで、それは魔法戦士以外を抜いてね。うん、まあなので、まあこれは別に次封印してもいいかなと思います。まあ風もそうだよね、風もいらないよね。まあ一番いるのが槍だろうね、ジゴスパークで雷っていうのが、まあ特にね高速防衛高速周回は槍雷がねかなりね欲しがられてるんで、まああとは光、これ闇もいらないんだけどな、光は一応その防衛高速周回のために取っといてあります。まあ、僕だから全部あと3つほど封印できるんで、まあそれをどれかするかは今ちょっと考え中なんですけども、はい。では斧ですね、まあ斧は正直これ全ほぼほぼ消してます。うん、なんで雷だけ残しとかというと、まあ防衛軍で使うかなと思って、はい、取っております。はい、別にいらないと思うんですけどね、斧よりは爪ですからね、爪ですからね今は。まあただ斧が今強くなってるんで、今後ね斧がどんな風に使われるかっていうのはちょっと予測できないんで、まあちょっと封印を解くことは考えてますけど、はい、まあ封印の子これちょっとごめんね今後付けで、これね封印の効果ってリセットできるんですよ、50個で。でじゃあ今までの封印のやつもったいないじゃないですかって思うでしょう。ただ書いてある通り今までの封印に使ったやつは3384個は戻ってきます。うん、50個だけですね、なので使うのは50個だけ。まあなので安心して
ね、3384回戻ってくるんでね、いつでもリセットしてもらえれば、やり直せるんでね、安心してください。まあ、なので、はい、先ほど言った斧は、まあ、お好みで消してください。これは、まあ、消去法ですね。で、次ハンマーなんですけど、まあ、ハンマーも風もいらないかな。正直ランドインパクトぐらいしかハンマーって思いつかないんですよ。うん、まあ、先ほど言ったこの雷光ね、雷光はいつ防衛ね、高速周回の防衛で回らないといけないかと思うとね、取っといた方がいいと思いますね。だから風炎はいらないですね。氷も迷わず僕は封印してますね。闇も正直迷わず封印しておりますね、これ、うん、闇で、あとコーンですね。まあ、コーンはいろいろね使えるんで、属性があるんで、氷っていうのは氷結乱撃、先ほども言った氷結乱撃、まあ、風はないよな、風はないよな、そう考えると。で、雷は、まあ、コンセンサスだとかタロットだとかね、塔の攻撃だとかあります。まあ、土はね、いらない。うん、土はね、扇以外は全部封印していいと思ってる。扇以外は、あ、違う扇とハンマー以外は、うん、多分そうね、扇とハンマー以外の土は全部僕ね、あ、やっぱ封印してるね。ムチだとか封印してるね。ブーメランも封印してるよね。うん、でも混んでるね、ごめんね。まあ、先ほど言ったあの死神だとか、これ正義だとかのために取っておりますね。風はいらないかな。うん、で、爪もね、ない。炎ない。氷もない。まあ、ただ風もないんだけど一応取っとる。で、雷は防衛軍だね。で、土もね、いらないね。闇ももういらないんだけどね。まあ、優先すべき他にものが効果を封印するものがあるからかな。これあと3つほど、あと足りないしね。で、あと光ですね。光は高速でね、いるんで、ね、取っとります。で、扇の炎っていうのは、まあ、踊り子がメラゾーマ使えるんで、一応扇の炎は取っております。扇炎はメラゾーマが使えるんで、うん、で、風は、ピンク台風ですね。まあ、これはちょっとバンマの通り今かなり優遇されてますね。扇の風ベルト持って、ピンク台風が強くなると、うん、雷は、まあ、これ天地雷鳴詞のかな。天地雷鳴詞のために取ってあると思うんだけど、まあ、いるかいらないかっつったら分かんない。いや、いらなさそう。でも防衛軍で雷募集される可能性もあるから一応取っておいてある。土はもう冥道風魔です、一択ですね。闇はもう賢者のドルマノンです。はい、で、こちらイオグランデ、イオマータの攻撃が強くなるんでね、取っております。まあ、無知に関してはね、もう正直僕装備してないんで無知使うことないんでね、まあ、あったとしても防衛で占い師の時に装備するぐらいなんで、無知雷だけは取っとこうかなとは思ってますね。まあ、魔法使いで装備できてメラゾーマ打てばいいじゃないですかって。魔法使い、まあ、メラゾーマ打つ時って正直両手杖だけだろう、いらないでしょって思うぐらいなんですけど、そうね、封印はしてないです。うん、封印してないというか足りないんですけどね。はい、まあ、ブーメランはバーニングバードとフローズンウェイだっけ、フローズンバードだっけ、炎属性の氷属性のやつあるんで取っといてあります。うん、で、あとは雷も一応その防衛のために取っといてあるかな。で、闇光、これはもちろんあの賢者のために取っといてあります。賢者のために、うん、あ、風って一応ブーメランの風って一応あるんだね。旅芸人にバギクロスなんだけども、バギクロス打つタイミングないからねと思って、いらないかなと思って、そう、うん、消したんだ。あるじゃないって言われそうだから一応言っといた。で、弓に関してはまあね、装備できる人は結構多いのでね、魔法戦士、占い師だとか、あとは何、あ、デスマスターか。まあ、弓装備の闇のダメージもアップだしね。雷、風、これもあの一応防衛のために取っとこうかなと思っております。まあ、あとはね、雷なんかはタロットで塔で強くなりますのでね。うん、まあ、あとはっていう釜もそうなんですけど、まあ、先ほど言ったまず消去法でいくことですね。消去法の対象としては職業の固有スキルを見ること、で、その職業の武器を見ること、で、その職業の、武器特技を見ること、まあ、この3種類を想像して
やってもらえればいいと思います。まああとはお好みで消していってもらえれば間違いはないと思います。はい、まああとはもうね、間違えた場合は効果リセットすればいいしね。まあめんどくさいけどな、めんどくさいけど、結構ね雷と光はね優遇されてるんで、まあ雷光は残しといていいんじゃないですか、どの武器も。であと土は正直ハンマーとね、天地雷鳴士の冥道風魔があるんで、それだけは残しといて他の土は全部消しでいいと思います。うん、まああとは特攻ベルトが絶対届くようにねしてあげてください。まあこんな感じでね、ベルト選び、封印効果の選びはね、ちょっとにらめっこしてミーヌさんとね、自分のやる職業ね、スキル、あとはミーヌさんに相談してやってみてはいかがでしょうか。ってことで今日は先進のベルトの効果封印、どの封印をしたらがいいかっていう動画でしたね。ためになったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでまたね、バイバイ。